メートルメートル記号 M は国際単位系 SI 及び MKS 単位系における長さの物理単位である。他の量とは関係せず完全に独立して与えられる7つの SI 基本単位の一つである。なお CGS 単位系ではセンチメートルセンチメートルが基本単位となる。もともとは 地球の赤道と北極点の間の海抜ゼロにおける四五千個帳を倍した長さを意図し、計量学の技術発展を反映して何度か更新された。1983年、昭和58年に基準が見直され、現在は1秒の分の1の時間に光が真空宇宙を伝わる距離として定義されている。現在のメートル、メートルは以下のように定義される。 この定義により、光の速さ、高速は、正確にメートル毎秒である。メートル、ミターという名称は、物差し、または、測ることを意味する古代ギリシャ語、メトロンからの造語並びに古代インドの言語のミタからの、派生語である。景気類を意味するメーター、メーター、またはメートルと語源は同じである。メートルの単位記号は、小文字、立体の M である。 大文字、立体の M と書かれることがあるが、誤りである。大文字、立体の M は、銃を表す。SI 説刀締めが、メガの記号である。法令上の表記は、言語である。フランス語に由来するメートルである。しばしば特に高等では、矢からメーターと呼称することがあるが、計量法上は誤りである。漢字で、米と書かれることがあるが、これも、 計量法上は許されない。英語圏においてメートルはメートルと綴られる。ただし、例外的に、米国においてのミメーターと綴られる。公述のメートル米国における表記の経緯を参照。国際規格での規定では、ISO、i e c 8万では単位名称は言語に依存するとし、IEC650、EF では各言語での表記を収録し、メートルを 推奨用語としてメーターを米国での同義語として収録している。国際度量公局が発行する国際単位系 SI 文書第8版の英語版や産業技術総合研究所、計量標準総合センター、海ハによって翻訳された同文書の日本語版の本文においてメートル表記が使用されている。ISO, i e c 8マニア これに準ずる日本工業企画実数 Z8000 の本文においても SI 文章を踏襲してメートル表記を使用している。事項のアメリカ合衆国とフィリピンの一部における綴りメーターは数少ない例外である。国際純正、応用化学連合、IUPAC のような国際的な学術団体では表記が国際的に標準化されていないとしてメートル表記に加えて メーター表記を許容する例もある。一方で、国際天文学連合のように、メーターは、測定機器を示す文脈に使い、単位にはメートルを使う、よう明記する例もある。なお、当然ながら、単位の名称ではない、パーキングメーターやマイクロメーター、スピードメーターのような測定機器の名称には、メーターの表記が多く使われる。アメリカでも一時、メートルの綴りを使用していたが、 1977年以降は公式にメーターを用いるようになった。1975年のメートル法転換法、オブ1975によってアメリカ商務省はアメリカ国内において SI の解釈と変更の責任を与えられ、商務省はアメリカ国立標準技術研究所 NIST に対し SI の解釈と変更の裁量権を与えた。2008年に ニストは、VIP ムが発表した、ルシステムインターナショナルディー・ユナイツ、SI 大発版の英語翻訳書、VIP ム2006に対して、アメリカ版を発行した、テイラートンプソン 2008A。この中で、ニストは合衆国政府印刷局が定める、公文書書式マニュアルに沿い、VIP ム版のメートルを、メーター、リットルを、レッター、デカ、10倍の位を、デカに置き換えた、 テイラートンプソン 2008RPE ニスト所長は公式にこの変更を表明し、これはアメリカ合衆国における SI の法解釈の結果出るとした。ただし2017年版のニストハンドブック44によればメートル表記も許容されており、これはによって指示されている。フィリピンでもその計量法においてはメートルの表記である。しかし、 その他の法律や標準規格などでは、メーターとしばしば表記されているのが実態である。米国が1971年に、インターナショナルシステムオブユニッツ、国際単位系のフランス語版、仏版が正式文書を翻訳し、NBS スペシャルパブリケーション330、現在のニスト SP330 として出版した時には、メートルは公式に、メートルと、 リットルはリッターと綴られていた。これは英国がグラムの綴りとしてグラムではなくグラームを受け入れたこととの取引であるとの紳士協定と理解されていい。しかしその後米国内ではメーター、レッターを主張する様々な運動が展開され、1975年には商務省デパートメント・オブ・コマースが政府機関に ER の綴りとするようにアドバイスし、 1977年のニスト SP330 の改定時に、ついにメーター、レッター、そしてデカデカの綴りが採用されるに至った。メートル、メーターで終わる後のアクセントは、その直前にあるのが普通である。例えばスピードミター、速度計のアクセントは、スピードマイナスの第二シラブルに、強アクセントがある。しかし、キロメートル、ミリメートル、ターなどの倍量単位。 分量単位の英語発音では、その窃盗後、キロ、ミリ、ナノの最初のシラブルに、強アクセントがある。オーストラリア政府のメートル法転換局、メトリックコンバージョンボードが1975年に、キロメートルのアクセントは、第一シラブルにあると公式に宣言したにもかかわらず、当時の首相のゴフホイットラムが、第二シラブルに、アクセントがあるべきと主張したことがある。 SI 説当時では、メートルの重心法による倍量単位、分量単位を定めている。定義上あり得るすべての単位を以下の表に示す。実用されているものは太字で示す。かつては、ミクロン、ミクロンが、マイクロメートル、マイケロミターの代わりに使われることがあった。しかし、この単位は、国際単位計、SI でも、日本の計量法でも現在は認められておらず。 使用することはできない。フェムトメートルには、フェルミ、または、湯川の別名があった。長大な距離では、キロメートルだけでなく、天文単位や光年、またはパーセクといった単位が用いられることが多い。キロメートルを超える倍量単位は、実用上ほとんど使われない。またかつては1万倍を表す。ミリアというセット時も存在したが、これもあまり用いられることなく、 現在では廃止されている。分量単位では、アトメートル、AM が現代物理学で解明されている最小スケールであり、それより小さいものでは、プランク長、十10メートルオーダーまで表すべき、長さが現在のところほとんど存在しなため、理論上は考えられるもののほとんど使われない。漢字では、ベートの字が当てられており、ここから、ベイ一字だけで、 メートルの意味を表すようになった。日本では、明治時代、中央気象台、現、気象庁が、米を変とする以下のような倍量、量単位の漢字を作り、1891年、明治24年から書く気象台で、気象観測の月報などに使用して、一般にも広まった。一部は中国でも取り入れられている。以上の様々な漢字表記は、計量法上。 その使用は禁止されている。長さの少数単位の提案は、記録された中では1668年に、イングランドの哲学者が著作、神聖の文字と哲学的言語に向けての思論提唱した普遍的、測定単位、ユニバーサルメジャーに見られる。1675年には、イタリアの科学者が著作、ミスラ・ニーベルサーレイの中で、古代ギリシャ語の メトロンカトリコンから普遍的測定単位をメトロキャトターリコと書き表した。これが1797年にフランス語に伝わり、ミターとなり、ついで英語のメートルとなった。なお、現代ギリシャ語ではメトロという。1668年ウィルキンスは、クリストファー・レンが提案したクリスティアーン・ホイフェンスが観察した2秒の間隔を刻む時の振り子の長さを、 標準調とする案を受け入れた。その長さは38ラインランドインチ及び39.25を、イギリスインチ、997ミ、mm、リメートルに相当した。人類が、それぞれの生活圏の中で過ごしている時代にはさして、必要がなかったが、大航海時代を経て、地球規模の航海や交流網が発達すると、長さの単位がまちまちな状態では不都合が多くなった。 これに最も熱心に取り組んだのは、すでに地球測量の実績を持つフランスだった。1790年に、フランスのシャルル・モーリスド、タレーランイコールペリゴールが普遍的な物理量基準の必要性を提唱し、これを国民議会が承認して基準づくりへの取り組みが始まった。当時、長さの標準単位を決める定義には、以下に示す3つの指示を集めた案があった。 この問題は、パリ科学学士委員で検討され、アントワーヌ・ラボアジエ、ジョゼフ・ルイ・ラグランジュ、ジャン・シャルル・ド・ボルダラが議論に加わった。1791年、フランスの科学アカデミーは、守護船を基準に置く方法を選択した。その理由は、実際の地球表面とジオイド面との際によって、重力は一定にならないためフリコの振幅は、変動する点が、問詞され、 また海上や熱帯気候にあたる赤道での測定は困難と判断されたためである。普遍的に受け入れられる基本的な長さの単位を設定するにあたり、当時知られていた4、5線の長さよりもさらに正確な測定が求められた。イギリスやアメリカの協力が得られず、フランス科学アカデミーは単独でジャニコール、バティスト・ジョゼフ・ドランブルとピエール・メシャンを派遣して、1792年から、 四五千個長の測定を三角測量にて行わせた。パリを起点に、北のダンケルクへは、ドランブル一行が、南のスペインのバルセロナへは、メシャン一行がそれぞれ計測を担当し、緯度差9度3927、81の距離を最新の経緯儀などを携えて、測量を開始した。しかし時は、フランス革命の最中にあり、持っていた。 測定機器から反革命分子のスパイ活動と間違えられたり、フランス革命戦争のためメシャンはスペインで足止めされるなど幾多の困難に直面した。その間にも政府は暫定的にニコラルイド・ラカーユの測定値を用いて、新しい単位メートルをパリを通過する北極点と赤道をつなぐ、四五千長の十分の一を定めるという法律を1795年に交付した。 測量は1798年に完遂された。測量から計算された結果、四五千前州のに当たる北極点から赤道までの四五千個町は問わずという数値が計算された。測定の終了を受けて、1799年にフランスはこれを1000万分の1にした値3ピエ11.296リーニュを1メートルと定めた。これは、 1アードや2キュービットといった既存の長さ単位を意識して採用された。そして、発金で作られた板状のメートル元気、単土器を製作し、これをフランス国立中央文書館に保管した。これはアルシーブ元気、ミターデアーカイブスと呼ばれた。この新しい長さの単位は、旧来の慣れ親しんだ寸法からすぐには切り替わらなかった。 フランスは1837年にメートル法以外の単位使用を法律で禁じ、1851年のロンドン万国博覧会や1867年のパリ国博覧会などで広報活動を行い、普及に努めた。そのうち蒸気機関車の発明による鉄道布設や実験を重視する科学の発達が統一基準の普及を求め、電気単位への採用などを通じて、 メートルは広まった。現実には、地球の地殻表面は単純な清球、または大円球ではなく、標準長を設定する際の絶対的な基準とするには馴染まない。これが、地球科学の発展で明らかとなってきたことに加え、再び基準値を観測で得ようとすると、また地球を測るという費用と時間及び労力をかけなければならないことから再現性が疑問視された。 このため、1869年に、アルシーブ元気そのものが副元気の立場からメートルの基準そのものと変更された。1870年代から、現代的な観点から、新しいメートル法の規格を検討する一連の国際会議が開催された。1870年に、フランスが主催した第一回国際メートル委員会は、不屈戦争の影響で参加国が少なく未的な。 決議を得られなかった。1872年には第2回委員会が開かれ、30本の元気を製作することが決まった。これは、アルシーブの元気を基準に、白金90%とイリジウム10%の合金を用い、氷が誘拐する温度環境下で元気に刻まれた2本の目盛りの間を1メートルの基準とする、全長102センチメートル、 X 字型の断面は、アンリトレスカが考案した形状が採用された。しかし、この元気は1875年のメートル条約に、基づいた、国際度量公局、ビューロー、インターナショナルデポイズへ目指す、ビップム設立、フランスのセーブルに間に合わなかった。1889年、国際度量公総会、コンフレンスジネロレイデポイズへ目指す。 CGPM 第一回大会が開催され、30本のうち最も正確と判断されたナンバー6元気を正式な国際メートル元気と認定して、これを保管し、他の元気は国家単位へ配布した。このオリジナルとなるメートル元気は VIP ムによって特別な環境下で1889年まで保存された。しかし、元気は制作当初から制度に対する 物理的な限界が指摘され、同時に、表示的変化や紛失、焦損のリスクが常につきまとった。また、長さの元気となるものについての議論は続き、さらに、アメリカ国立標準技術研究所によって、メートル元気には、製作時の誤差が、あことが発見された。1873年、ジェームズ・クラーク・マックスウェルは、著書、電磁気学にて、普遍的で、 高精度が期待される光の特定波長をメートルの単位にすべきという発想を示した。1893年、メートル元気へ初めての干渉法による計測がマックスウェルと同じ主張を唱えるアルバート・マイケルソンによって行われた。1925年まで干渉法はビップムにて一般的に用いられたが、国際メートル元気は1960年まで。 長さの基準の地位にあった。しかし、暫定的に、摂氏0度1気圧の乾燥環境におけるカドミウム赤線の波長が使われつつ、いろいろな同位体元素の電磁スペクトルが検討された。そして、1960年の第11回 CGPM にて、国際単位計によって、メートルの定義は、クリプトンマイナス86が真空中で発する電磁スペクトルである。 オレンジ色赤色の発光スペクトルが示す波長のバイト等しいへと変更された。この0.73という半端な小数点以下部分はあくまでメートル元気の長さに波長数を合わせたためである。その後継続してレーザーの安定放出や測定方法の精度向上が図られが、クリプトンランプを使う実験では再現性の悪さも問題となっていた。 不確実性の低減を目指し、1983年の第17回 CGPM でメートルの定義はさらに変更され、現在用いられている高速と秒で表す方法になった。これはセシウム原子時計が発明され、正確な秒が決められたことと表裏一体を成している。この定義は真空中の高速を有効数字9桁という高い 精度となると固定して得たものである。さらに、特殊相対性理論によって、光は光源の動きや方向に関わりなく、またどんな波長、振動数でも一定であり、そして普遍だという点が重視された。このように現在採用されるメートルは、一定時間における光が進む距離で定義されているが、 実験室で現実に再現されるメートルは未だに標準的なレーザーを用いて干渉法で波長の数を数える測定を手得られる図による表現である。そしてこの方法では3つの大きな制約が精度に課せられている。メートルの定義には以下の関係式が用いられる。ラムダは決定された波長、C は理想的な真空中における高速、N は 測定がされる媒体の屈折率 F は周波数を表す。この方法では長さは最も正確な測定値の一つである周波数 F に関連付けられる。第17回 CGPM で決定したこの定義では科学者が行うレーザー波長の測定において不確かさを維持後に抑える副次的効果が意図された。さらに研究室ごとの再現性も 容易にするために、第17回 CGPM では、要素で安定化したヘリウムマイナスネオンレーザーを推奨している。これによれば、波長はとなり、関連する不確かさ、U の期待値はとなる、これは秒の定義における不確かさ、よりも、数段をとり、実験室における再現性には限界があることを表している。その結果、現在使われる、 メートルの実用的な設定は定義と違って、真空中のヘリウムマイナスネオンレーザー波長個分で除述される。1999年から2000年には測定の絶対性を高めるために、超単光パルスレーザーを用いる高周波数コムを利用した計測がアメリカやドイツを中心に提案され、この成果を受けて開発者のジョンホール、アメリカとテオドール編集。 ドイツには2005年のノーベル物理学賞が授与された。日本は2009年、平成21年7月16日に国家標準を高周波数コム装置へ変更した。元気を排した現在の基準では、メートルは計測器、計量器の測定結果が根底の基準となる。そのための具体的な計量器が指定され、日本の場合は、計量法第134条に基づいて、 特定標準機を経済業大臣が指定し、これが国家基準となる。2009年、平成21年7月16日に日本はメートル計量機指定を更新し、モード同期ファイバレーザを使用する高周波数コムが採用された。これは従来の方法よりも300倍の精度向上を果たしている。最新の定義は高速を基準にしているが、シプムは 過去のクリプトンスペクトル帳を基準としたメートル及びそれを元にした測定結果を否定したわけではない。問題はそれぞれの不確かさにある差であり測定結果を取り扱う際にこれを十分念頭に置くことが必要としている。逆に求める測定誤差範囲によっては高速以外の方法で基準のメートルを求めも良いものとしている。ユニコードには CJK 語管用文字として上記の文字が収録されている。これらは既存の文字コードに対する広報互換性のために収録されているものであり、使用は推奨されない。メートルは SI の基本単位であり、メートルから派生した単位は多数あるため、ここで全てを上げることはせず、メートルのみを使用した単位を上げる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。